平屋とは、平安時代中期の武将、藤原秀里がムカデ退治の例として、竜宮の王からもらったという伝説のある大鎧の名称。この鎧を着用していると飛んでくる矢に当たらなかったという。平氏とも記される。藤原秀里の子孫である、足利忠綱が、持ち人王の挙兵の時、宇治川で敵と退治した。平屋は、 非常に重いためただつなは軽い鎧に着替えて戦った。勝利して川べりを見ると置いていたはずの平屋がなくなっており、平らな石が置かれていただけであった。過保をなくしたと思ったただつなは、嘆きのあまりその平らな石を殴りつけた。するとその石は消えて、元の平屋が現れたという。それから平屋は、平石とも呼ばれるようになった。藤原子孫に伝えられたが、 江戸時代に浅草に保管してあったところ火災により消失し、兜鉢、障子の板、つぼ等の金属部分の実が残った。で流れ山千住院という寺院に保管された後、1869年に栃木県東岳山神社に移され、大鎧初期の形式を現代に伝えている。甲冑市明珍家の宗家第25代目、東市明珍宗教により復元された。 寺院などに収められてからは、お平石平井屋大権現として、崇拝の対象になっていた。また、秀里の家には、室丸という鎧も伝えられていたというが、これについては明らかではない。ありがとうございます。